い、こんにちは。今日は睡眠と認知症の関係についてお話をします。ここ数週間の雑誌を見ていますと、認知症に関する記事が非常に多いことに気づきました。そしてですね、もう一点、テレビコマーシャルを見ていると、睡眠を良くするための調剤、これを扱ったコマーシャルも非常に多いことに気づくわけなんですね。これは睡眠学会の方でも最近、睡眠とですね、認知症ですね、これとの深い関わり合いという部分がシンポジウムとでですね、多く語られているわけなんですよね。ですから今回はそのことについて少しお話をしたいと思います。まず最初にですね、お話しなければいけないことは、物忘れとですね、認知症という言葉があるんですが、これは根本的に違います。物忘れというのは脳の老化のことを言うわけなんですよね。例えばですね、名前が思い出せなかったりとか、一つの固有名詞ですね、これが思い出せなかったりとか、出来事のですね、一部分だけですね、この部分を忘れてしまう。そしてその忘れたことを自覚しているということですね。さらに言うならば、物忘れは進行しないんですね。それに対して認知症というのは、固有名詞とかそういったものをもう覚えられないんですね。記憶できないということになっているんです。さらにですね、先ほどと違って出来事の全てを忘れてしまっているということです。さらにですね、忘れていることを自覚していないということも挙げられますね。そしてもう一つ、認知症は進行するという怖さがあるわけなんですよね。で、2012年の統計を見てみますと、認知症患者というのは462万人、軽度の認知障害というのが400万人ほどいるわけなんですよね。65歳以上の7人に1人が認知症というふうに推定されています。これがですね、2025年、あと3年後ですね、その時には5人に1人が認知症患者になる可能性というのが予測されているわけなんですよね。ですから今いろんな雑誌とかでですね、この認知症にならないため、予防するための対策であるとか、それからもう一つ、睡眠ですね、睡眠をよくとるためのテレビコマーシャルや商品がどんどん出されているんです。最初に言いますけれども、認知障害というのは睡眠障害が大きく関係しています。だから効果的な睡眠をよくとらなければいけないということなんですよね。で、認知症の種類というのは約3種類あるというふうに言われています。一つはですね、アルツハイマー型の認知症ですね。これが最も多いですね。 67%、 約7割の方がこの症状になっているわけなんです。で、このアルツハイマー型の認知症というのは女性に非常に多く、症状としては最近のことを忘れてしまう、判断力が低下する、さらに言うならば認知症を認めないということですね。で、男性に多いのが血管性認知症と言われている部分ですね。これが大体 20% くらいというふうに言われています。症状としてはですね、感情にですね、ムラがあるということですね。で、もちろんいろんなことを覚えたりする認知障害ですね、この部分にもムラがあるということです。そして3つ目は、レピー個体型認知症と言いますけども、これは 5% くらいだというふうに聞いていますけども、これも比較的男性に多い症状だというふうに聞いています。この認知症をまず最初に予防しなきゃいけないのは、いくつぐらいにこの予防しなければいけないかということなんですが、なんとですね、40代から60代の取り組みが大事になってくるわけなんです。ですから私はですね、55歳ですから、もうすでにですね、その取り組みをしなければいけない年齢に入っているわけなんですよね。じゃあその取り組みは何かというとですね、先ほどからですね、何度も申し上げているように、いい睡眠ですね、効果的な睡眠をとることが一番大切ですよというふうに言われているわけなんですね。なぜ睡眠が大事かというとですね、睡眠によって得られる効果はいくつかあるんですが、睡眠というのはですね、一つはですね、脳のメンテナンスを行っているわけなんですよね。脳はですね、毎日約 7g のですね、使用済みタンパク質を新しいタンパク質と取り替えているわけなんですよね。で、これが1ヶ月でいうと約 210g、 1年でですね、約脳みそ1個分のですね、老廃物ですね、これを除去しているわけなんです。ですからですね、睡眠障害を起こす場合はこの脳の中のメンテナンスができないわけなんですね。ということは、この老廃物が捨てられないわけなんです。そうするとこの認知というのは進んでしまうということなんですね。そのためにですね、どうすればいいのかというのが睡眠学会でもよく言われているんですけれども、睡眠障害をなくしましょうということなんですね。改善すべき点はですね、3つ挙げられるわけなんです。で、1つはですね、入眠困難ですね、これはなかなか寝つけれないということ。そして2つ目はですね、中途覚醒、夜中に起きてしまうということですね。それ3つ目は早期覚醒、異常に早く起きてしまうということ。この3つがですね、改善すべき3点だと
というふうに言われているわけなんです。そのためにはですね、何が必要になってくるかというと、これ簡単に言うとですね、日中の活動が非常に大事になってくるわけなんですよね。認知症が進まれる方っていうのは日中表に出ないんです。だからお部屋の中にいるわけなんですよね。お部屋の中にいて太陽の光を浴びない、いわゆるですね、この室内照明だけで過ごしているわけなんです。ですから朝太陽の光を浴びることによって睡眠ホルモンであるメラトニンがなくなってですね、セロトニンという活動ホルモンが出てくるわけなんですよね。でその部分がうまくスイッチされてないわけなんです。ですから昼夜のですね、活動が逆転してしまってるんですね。ですからいつまでも遅くまで寝てたりとかですね、夜活動して日中は寝ているという症状の方が非常に多いわけなんですよね。学会でですね、よく言われていることが、認知予防としてはですね、2つのことが大事だっていうふうに言われてますね。1つは教育、そしてもう1つはですね、教養ですね。この2つが大事だというふうに言われています。教育と教養ってなんとなくバカにしてるのかというふうに思われますけども、そうじゃないですね。教育というのは教育場所があるということですね。教養というのは教養時がいわゆるですね、メリハリを持って生活しましょうということを学会の方では推奨しています。必ずですね、自分が起きて今日何をすべきかという予定を立てることですね。そしてお出かけになること、太陽の光をたくさん浴びることですね。もちろん朝起きた時に太陽光を15秒以上浴びるという部分が非常に大事になってくるわけなんです。ですから日中もですね、お部屋の奥に閉じこもるんではなくって、なるべく窓際でですね、太陽の光を浴びてですね、活動ホルモンであるですね、セロトニンですね、この部分を活性化させるという部分が多いですね。それがですね、夜の睡眠ホルモンであるメラトニンを作成するためにですね、非常に大事な部分になってくるわけなんです。もう一つ、推奨睡眠時間というのがあります。これはですね、高齢者の方でだいたい7時間から8時間というふうに言われているわけなんですよね。で、この7時間から8時間を絶対守らなきゃいけないのかというと、そうでもないんです。要するにですね、先ほど言いました入眠困難の部分ですね、これは寝なきゃ寝なきゃと思うとですね、なかなか寝つけれないですよね。で、眠くない時にお布団に入ってですね、ずっと起きてるとですね、なかなか寝つけれないです。僕もよくあるんですけれども、そういう時はですね、一度布団から出ていただいて、本を読むなり、テレビを見ていただいてもいいと僕は思うんですよね。ただコーヒーとかですね、そういう嗜好品はちょっとたしなめるのはやめた方がいいと思います。カフェインは余計ですね、睡眠を困難にさせますので、少し布団から出ていただいて、ちょっと眠くなったなと思ったらまた布団に入っていただくと、そうすると入眠困難という部分はクリアできますね。で、そこから寝ていただければいいと思うんです。そしてこれが7時間8時間に達成してなくてもですね、同じ時間に起きるということ、そして起きたら窓の外の太陽の光を浴びるということがすごく大事になってくるわけなんですよね。じゃあ足りない部分はどうするかというと、これは昼寝で補うということなんです。これもですね、気をつけてください。先日ですね、ある週刊誌にこんな記事が載っていました。昼寝をすると認知症になりやすい。これ表現として間違ってますよ。これはですね、昼寝をしすぎるとというふうに考えた方がいいと思います。昼寝の推奨時間はですね、だいたい15分です。で、これがご年配の方になったとしても、だいたい30分ぐらいでやめておくということですね。これが30分以上、1時間ほども寝てしまうとですね、夜のですね、睡眠が遅れてくるわけなんですよね。ですから夜眠れなくなるということは、これは睡眠障害につながるということですよね。ですから昼寝をしすぎると認知症になりやすいというふうに取り上げた方がいいんじゃないのかなというふうに思っています。昼寝はですね、逆にですね、健康の面でもですね、体をリフレッシュさせる意味でも推奨されていることです。ですから昼寝はですね、若干取っていただいて、そしてその後また活動していただくと、そして夜はですね、ちゃんと寝ていただくということが簡単な認知症予防の一つじゃないかなというふうに思います。そのためにもですね、窓の近くで生活していただくためには、窓の断熱化を進めた方がいいんじゃないのかなというふうに思っています。一応窓屋ですから、そんなことを今日はお話をしてみました。ご参考にしていただければ幸いです。